今回は、生きる意味がわからなくなってしまったニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは40歳。生きる意味がわからなくて完全に鬱。20代の頃からずっとニートを続けてきて、最近、なんで生きてるのか、生きる意味がわからなくなってきた。完全に鬱やな。じゃあ丸ねば。生きる意味なんてわいにもない。大きな意味があって生きてるやつなんて多くないよ。ニートじゃないけど、ちょっとわかる。じゃあ20代までは意味があって生きてたのか。20代くらいまでは学校に行ったり、友人もいて親も Y のことを嫌ってなかったからな。生きる意味がとか考えたことがなかった。そういうことを考えるのは暇すぎるからだと思うぞ。もうちょっと何か趣味とか探せばいいのに。何を一人で哲学してんだよ。生きる意味か、人類の課題だよな。Y の同級生は、今は結婚したり子供がいたり部下を持ったりしてるだろ。Y には何もないんや。老けていく両親に気づいた時にめちゃくちゃ虚しさに襲われた。それでも両親は働いたり主婦したりしてたけど、Y には本当に何もないんだなって思ってさ。そいつを考えちゃおしまいよ。やっぱり暇だとダメだな。Y もニートの時はそういうの考えてた。まだ40だろ、今から働いたり趣味が同じ友人を作ったりしたらええやん。Y も何もない人生やけど丸布が怖いからダラダラ生きてるわ。それなんだよな。自分の人生なんて何もないなと思いつつ丸布も怖いから生き続けてる。一回、丸の丘かと思ったけど怖くて無理だった。完全に鬱だと思うけど、今さら病院に行きたいとも言えない。病院行くにも金がかかるからな。親二人がいなくなったら余計に鬱になりそう。両親と会話はあるんか。昔はまっまとは会話があったけど最近はあまりない。一緒に住んで飯は一緒に食うけど家族っていうより同居人って感じ。もう愛は何も期待されていないのがわかる。期待されるのが昔は辛かったけど、今は期待されていないのが辛い。それはちょっと勝手すぎんか。期待されたいのか、期待されたくないのか、どっちだよ。自分でもよくわからないんだよ。働けって言われるのも辛かったけど、何も言われないのも辛い。ちょっとわかるかも。もう一気のことなんて両親はどうでもええんやろうな。そりゃ40になっても就職してなかったら親もそうなる。追い出されるよりも無関心の方がまだマシだと思うんだけど。20代でニートになって40代でアホみたいに悟るまで好き放題してたんだろ。もう丸んでもええやん。毎日同じような毎日の繰り返しだぞ。最初の頃はハロワに行ったりもしてたけどさ。その後は、ただにチャンネル開いてぼーっとして、適当に他人を煽ってるだけ。ネトゲにハマった時期もあったけど、もう飽きたわ。気力がなさそう。そういうあなたには臓器売買がおすすめやで。危険でも行ってきたら？あ、あとは献血とか。献血は何気に色々と条件があるから40代でできるかはわからんぞ。ニートは不節制してそうだしな。運動くらいすれば。多分エッチは日の光に浴びてないのがダメなんだと思う。ちゃんと朝は太陽の光を浴びろよ。散歩はしてるけど、基本は夜。昼間にうろうろして知り合いに会うのが怖い。近所の人の目も怖いし。お前が思ってるほど近所の人たちはお前のことを気にしてないぞ。一致の親世代はもう年寄りになってるしな。誰？あいつ？くらいにしか思われんだろ。身だしなみだけはちゃんとしろ。ホームレスとか見たらあえて見ないふりする。関わりたくないし。昔に比べて無関心な人が増えたと思う。40なら働くのはどうなんだよ。雇ってもらえる気がしないし、どうせすぐ辞めて迷惑をかけると思う。誰かと関わりたい気持ちもあるけど、ここでスレを立てるのが精一杯や。悲しい人生すぎるやろ。今ニートしてるやつはエッチみたいにならんようにするんやで。やっぱりニートは34までは本当だな。それ以上の無職は救われない。34までってのは甘すぎる。どう考えても29までだろ。20代で終わりか30代で終わりかはそいつ次第なんだよな。やる気あるやつ、変われるやつは40代からでも底辺職ならつける。ニートってなんでやってみる前から無理だって思うんだろう。ずっと引きこもりすぎてて成功体験がないからだと思う。成功なんてしたことがないわ。いつも Y が何をやっても失敗ばかり。そもそも挑戦もしてないくせに。それ、結局、ずっと逃げてたつけなんだよ。なら今からどうしたらええんや。生きる意味が全くわからん。それなら丸ねって言ってんだろ。丸布も嫌、生きるのも嫌、迷惑なやつやな。周りに迷惑をかけずに生きていけ。それくらいはできるやろ。すでにまっまとパッパに迷惑をかけてるけん。親がいなくなった時に変化できるかどうかにかかってるな。鬱になってるやつが無理だろ。こういうのが増えてると思うとゾッとするわ。鬱になってるうちに余計に罪そうだぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。マジ吉ニートは29歳。ファミレスでみんなやってる裏技を使ったら出禁になる。今日のことなんやけど、ドリンクバーとポテト山盛りの頼んで楽しんでたら偉い目にあったわ。ちょっと相談ええか？あこそう。Y が怒られたのほんま理不尽。まあとりあえず書いていくわ。
滞在時間は7時から9時までと居座ったり長時間選挙みたいな真似はしとらんぞ。最終的にそこで働いてる近所のババアの起点で親も呼ばれて論破寸前で、一発逆転も食ろうてしもうたわ。ブチギレ店長が親にキレ散らかして、親に賄賂で金を命じよったんや。こんなんどう思う？あかんやろ。近所のパートババアの入ってる時間じゃないのに今日はヘルプでたまたま厨房にいたみたいやった。それでパッパがやってきて店長と口論中の Y を後ろから傘で殴り寄ったんやぞ。Y がやった裏技なんやけど、まずドリンクバーとフライドポテト大盛りを注文してケチャップとか粉チーズをもらう。あとはそれを魚にドリンクバーなんやけど、指先消毒用のアルコールがドリンクバーのところにあるんや。先週もこの裏技やったんやけど、コップに氷入れて消毒用アルコールをシュシュと2、3プッシュしてから、ポッカレモンをちょいと絞って炭酸水を入れたら基本形の完成や。炭酸水をコーラとかファンタ、スプライトに変えるとますますバリエーション豊富なチューハイ感覚で楽しめるんや。マジならキチマルいっすね。デキンにされて当たり前。キチガイ？だから有名な裏技だっつーの。普通の人間はそんなことはしないの。どうや、おかしないやろ。おかしいおかしくないの前に日本語がおかしい。これで3時間で1000円足らずでベロベロよ。山盛りポテトをおかわりしたり、唐揚げを追加注文しても2000円いかんのやぞ。それが今日も一杯目シュシュして飲んで、次はファンタやオモテン、でドリンクバーコーナーでシュシュしてたら、おいおい、何やってんだ、って店長登場や、一瞬意味不明やオモテも、もしもしお客様、とかすいません、みたいな柔らかい物言いで入ってくるやろ。それがいきなりおいおい何やってんだ、やぞ。Y も萎縮しそうになったわ。ただ Y も冷静にちょっとケーキ漬けですって言ったら、一旦席に戻ってくれって言われ、飲み物取らず席に戻った。そしたら今度は偉い剣幕で席に来て、いつからやってたんだ？ってまたタメ口や。Y が1ヶ月前に発見してその後3回利用して、今日は4回目です。って言ったら、ちょっと来い、ってバックヤードに行った。そこで事情聴取されたんやぞ。お前らこれどう思うよ？1000ベロって大体ベロベロでもなんでもないよね。言っとくけど、この方法で飲用しても Y は3時間で7、8杯くらいしか飲んでないんやぞ。いい感じにふーっとしてきたらそのままお会計して家路に着くんや。アルコール消毒液もルール守ってちゃんとシュシュしてコップに入れとんねん。そら Y がスプレーの部分外してドクドクコップについでたら問題やで。でも Y はちゃんとシュシュで対応してるんや。それでドリンクバーも金払って、横に皿とか調味料を置いてあるから、そこのポッカレモンを吸うてきたらしてレモンチューハイ風にしたりしただけやん。炭酸水もドリンクバーに普通についてるからね。まあ店長としたら、足元を救われたから悔しいみたいなもんやったんやろうな。ただそれってルールの盲点をついたっただけやないんか？お前らもやるやろ？店長がなんでそんなにキレたのかがわからん。普通軽く注意して終わりじゃね？お使いくださいって書いてある消毒液が、たまたまエチルアルコールやったからやったんやんな。いややったらメチルアルコールに変えておけって話なだけやん。ただ、Y もここで店長の口車に乗ったらあかんと思い。でもだって作戦で応戦したった。メチルアルコールは飲めないの？メチルは飲めば目が散るほどの毒薬。の薬やぞ。昔飲んだことあるけど救急車行きやったで、あの時もパッパに何やっとんねんって殴られたわ。クソゲージで草。アルチューなんかお前。業務用はよく買っとる。店長にな、悔しいのはわかるで。でもな実際どうなんや？業務用消毒液ちょい足しするのもトッピングちゃうんか？ Y もみんなもやってみろよ。なんていうつもりはないから安心しなや。って言ってバックヤードから席に戻ろうとしたらまた店長ブチギレ。だから消毒液は店長の自腹なんですか？って優しく聞いたよ。あんまり頭に血が昇って叫んでもあかんでとも言ったけど怒りが収まらなんだわ。Y も怒らずにどんどん店長を土俵際に追い込んでやってたんや。Y は飲んでもおとなしく他の客にも絡んでないぞ。お前さんもそれはわかってるやろ？サトシ感覚や。イッチみたいなゲージが出ることを予測してイチルアルコールにしてるんちゃう？それを逆に利用されたから切れたってことけ？飲まないでくださいの張り紙がなく、ドリンクバーの機械の横にたっぷり入ってたのが置いてあるんやで。店長もタメ口吐いて、Y をどんどん怖がらせようとしてたけど、Y は朗々として冷静に論破してたんや。途中から、まあ、それはわかるんです。って敬語戻ってきとったわ。言うたら土俵際やん。あとは Y が今後気ぃつけや。今日はそっちがびっくりして対応を間違えたことにして Y の腹に収めたる。って言ってるくらいに後頭部バコーン。Y が風池から抜けたと思ったら、肩をぐっと掴まれ、振り返ったらパッパや。マッマはその後ろでパートババアにペコペコしてたわ。これで Y が一点振りになった。その後はもう大変よ。店長が親御さん、ちょっと確認してもらいたいんだけど。ってまたタメ口復活。それで Y を指差しながらアーダーコーダー言うわけやな。で Y がそれは、って反論しようとしたらパッパ後ろからビニール傘でバコーン、そして黙って聞いとけ。って睨まれるわ。
何回追うとしたら傘でバコーン、バコーンって殴るから涙が出てくるわな。その涙にも店長が三文芝居すんじゃねえよ。って大暴走。アホかと、傘で頭をバコンバコン叩かれたら、涙も出るやろって叫びたかった。ちなみに一輝くん、騒ぎを大きくしないためにご両親に電話させてもらったよ。とパートのババアがたまたま近くに住んでてワイの顔を知ってるから調子づいていたわ。結局パッパにビニール傘で殴られ続けたワイはハートブレイクして涙腺結界し、頭を垂れた。そしたらパッパが謝らんか、とまた傘でワイをバコーン。ごめんなさいって悔しさをにじませて店長に謝罪させられ、店長が一輝くんできんだよ。って勝ち誇ったような声で言われる。そして次の瞬間パッパがワイのポッケに入ってた財布をシュッと抜き取る。で今日は銀行で下ろしたての1万円を店長に渡そうとしてる。すいません、会計と残りは皆さんでお菓子でも買ってくださいって。ああ。ってワイが言ったら、自業自得。って怒鳴られゲームセット。店長がいやそれは。って言ってたけど、パッパがいいから、いいから。ってぐいっと店長のポッケに入れ寄った。ワイはその途中でマッパに尻を叩かれて早う車に乗れ、ごく潰しって言われて泣きながら裏口から出て車に乗せられたんや。お前らどう思うよ？消毒用アルコール飲んで丸7位の？結構いい感じで酔えるんや。でも飲めて8杯が最高よ。飲みすぎても気持ち悪くなるから絶妙な加減が必要やねん。お前らから見てワイが悪いと思うか？お前らから見てワイの行動はどう見えるか？等を教えてほしい。9月入ってワイ自身も疲れてて飲みたかったんや。ハローワークに行くふりして自己嫌悪感と戦ってやで、ワイにとってはカクテルやったんや。まあ次回から別の店でアルコールスプレーの安いの持ち込むのもええかな。ワイがニートになったのは高校卒業後3年働いてた会社で、暴力事件を起こしたのがきっかけなんや。もうだいぶ前のことになるけど、ワイが20代前半の時にわざとワイが失敗するように差し向けて進行していた奴がおってな。それに対してワイがミスするから立場はどんどん悪なって言ったんや。土建屋って人間関係が第一になんやで。またやったんですか？ってわざとらしい聞いてきよったから飛びかかって、あとはのとなれ山となれ。そいつが溝落ちとか急所ばっかり狙ってくるから、木片でどついたら喧嘩養成敗で退職よ。ドリンクバーをうまく工夫して飲んでいるわけで、ワイが飲むのは7、8杯やで、アルコール摂取は2、3回やしそんな損害並んで、それにポテトフライ、たまにお代わりもしてるんや。だいたい支払いも1000から2000円ってファミレスには乗客やろ。最初は消毒アルコールと炭酸水とポッカレモンから始めたんや。ドリンクバーでやってみようと思い、氷を入れてシュッシュッとやって、炭酸水を注いでポッカレモンを数滴垂らしてストローで混ぜ一口飲んだ。思わず極上。って言ってしもたんや。消毒液の嫌な苦味をポッカレモンの酸味と強炭酸の刺激で抑えてくれた。そこ熱々のフライドポテトが到着し、ケチャップと粉チーズをたっぷりかけて、一口食べもう一度その飲み物を飲んだ時にいけると思たんやね。それから研究熱心なワイは、コークハイとかファンタハイを研究したんやで。非炭酸以外ではクリープとオレンジジュースとアルコール消毒液でなんちゃってカシスオレンジを作ったで。どや？こんな奇跡に出会ったら、ファミレスドリンクバーが一瞬でカクテル製造場に早変わりやろ？お前らも酒好きはちょっとええな思たんちゃう？アルコール2の間では有名な裏技やで。何歳なん？29やで。なんてファミレス？地元にしかなくて特定されるので書けない。とから始まるとだけ言っておくわ。そのファミレスは酒販売してんの？どっちにしてもダメだろという結論しかないが。販売してないんや。酒販売してないとこで酒飲んだらダメだろ。いろんな施設なんかでも水はオッケー、酒はダメってとこばっかだぞ。いやいや、ワイがその酒飲んで周りの客とかに絡んだりしてたら問題あるけどさ。ワイは静かにポテト食いながら飲んでたんやで。酒飲みはそういうんだよ。そもそも目的外で店内の備品使ってることが迷惑だろ。備品？自分の飲むもんやぞ。は？消毒用に店が用意してる備品やろがい。ワイの口に入った時点でワイの備品やで。あとご自由にお使いくださいってあったで。アホやこいつ。自己責任でやらせてくれよ。人は何かあったら結局自分で責任取れん人が多いから、そりゃそうなるよ。周りに感づかれない配慮はしてたんやぞ。他のやつが真似しないようにドリンクバーコーナーに人がおらん時に行って作るんや。家に帰ってずっと正座で怒られ、トイレに行けたのもこのすれ立てる数分前やった。1万円はワイが必死に貯めたお金やのに。てか消毒用のエチルアルコールをバッグに入れて持ち込めば何も文句言われなかったんとちゃうか。このご時世だしエタノール持ってても文句言われる筋合いもないしな。酒メニューないファミレスなんてあるの？それがあるんよな。これが小遣い復活したらエチルのアルコール買いに行こうと思うわ。近所にはサイゼも次はそこでもええかな。食品衛生法、薬器法、酒税法、窃盗罪、不法侵入、いろんな法律が複雑に絡んできそうだがな。そら店長怒るわ。働けよ。別にファミレスが特定されたところで困らなくね。
お前の住んでるところはそのファミレスとお前の家しかない地域なんか？まあまあ田舎やで。バッパのタレ乳。今回、Y が使ったことはいわば裏技やな。Y が店長との会話で指摘した通り裏技に対する嫉妬やんか？よく小学生でもそんなずっこいやだ。って言いよるやん。それと一緒なんや。ただ Y にとって不運やったのはパッパとマッパを召喚されて一発逆転されてもうたとこなんよ。勝負に勝ち試合に負けたみたいな虚無感やな。パートがまさに鬼門やったんや。今日たまたまヘルプで入ってたみたいでや、バックヤードに連れて来られた時見られたけど向こう行き寄ったからほっとしてたんや。そしたら Y が店長を土俵際に追い込んでる途中でパッパとマッマ連れて登場しよったんやぞ。マッマに聞いたら、Y と店長が働いてる時に裏口から出て我が家に電話したみたいなんや。もう入院しろ。パッパにもそう言っとくから、家から出すなって。今頃近所のババアの井戸端会議であそこのバカ息子がさーて噂広まってるやろな。家出られん。裏技を使っただけでがマルジ扱いとは肩払いたいな。Y はアイデアマンかたぎなところがあるから常に、ミックスな考えを持つようにしとるんや。A と B を組み合わせられんやろか。こんなところに困難があるけど、これ以外の使い道はこれや、みたいなんがピーンと出てくるわけやな。消毒用アルコールでドリンクバーを格安チューハイにできたのも、こんなアイデアマンのなせる技ちゃうか？飲んだ瞬間にぶっ倒れるリスクとか言うとるのもおるけど、本来の使い方は手に摂取するもんやで、丸ぬほどのものを果たして使うやろか？こういうところからイメージしてエチルとメチル、次亜塩素酸水でないことを確認して摂取するから Y は成功を収めたんや。それに店長がいっぱい食わされた形になってしもうて、ずっこ、ずっこと叫んどるだけの話やな。てかお前らって晩酌とかせんのか？Y は昔から缶ビールとか2本は飯の時に飲むけどな。パッパも2本ほど飲むんやで。先週までは幸せに飲んでたのに、店長の嫉妬でこんなことになってるんやなって思うと泣きたくなった。そのうちアルコールじゃないもんとか飲んで丸ぬんじゃねえのかお前。アル中からからっていいよな。ああいう人生が理想やで。ビール2本で酔えるとかお子ちゃまやな。飲まない方がマシやろ。俺もアル中気味だが今は禁止してる。酒なんて金の無駄、時間の無駄、健康に悪い、睡眠に悪い、美容に悪い。いいことなんてなんもないわ。なんかアホそうで草。貧乏なら同じもの用意して家で飲めよ。メニューにないもので酔われたら困るやろ。何が裏技だよ。だからニートなんだよ。アル中だぞ。精神科行け。ふう、今戻ってきたわ。なんか警察沙汰になってしもうた。ありえへんやろ。あのパートのおばあちゃんのせいやで、ほんまに。いい歳して無職の上に情けないことして警察沙汰になるとか母ちゃん泣いとるやろ。お前は悪くない。嘘でも本当でもバカの極み。消毒用アルコールを割って飲んだってことでええか？ロシア人かお前。やっと今取り調べ終わったわ。父が家から出るな。って叫んでて、ほんま終わりやで。なんでこのスレこんな伸びたんや。もっと批判されると思ってた。6割方お前の独り言で何言うとんねん。脳波消毒されないんだね。もう読むのがきつい。そやツイッター速報にもなるわ。小学生とそこから精神年齢変わってないやつって裏技好きだよな。そしてそのまま陰謀論とかそういうのが好きになっていく。大事すぎてやばい。よく自分はおかしくないなんて主張ができるなこいつ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。